談するときに手がこう相手の前でこうなるからこうなるんですよ。相手の前にあるでしょ。皆さん一挙運動で1、2、1、自分の前にあるとね、1、2なんてやる人いないんだよ。そうでしょ、前でしょ、これね。ですからここから転換しても自分のところから、だから相手がこうなるんですよ。これをただ上げたんだら、ほら相手はただ手が上がる、パッとこうやられちゃうんですね。わかりますか。だから剣を持ってたら自分のところに振り込む、こういうんですよね。そこのところ前じゃない、はい、はい、はい、このまんまいい、はい。手の基本は1、2で上下、ね、これじゃ横じゃない、ね、まっすぐですから、これもちょっとこうなっていっちゃダメ、わかりますね、はい、このまんま上下、次は諸手取りシリーズで指導を行った市橋典彦師範です。我々は稽古するときに相手を投げようとか、ね、あるいはやっつけようとして思って動いちゃダメなんです。自分がどう動かす、その動かす動きによって技が出るんです。ですから一挙運動、1やるんです。これは何のためかって言ったら正面で、はい、決してこうじゃない、あれ1、2ってやらないと正面入れたいが入る、いいんですよ、それがよくまた立てこうね、こうなる、それと同じように、これも物手だからじゃないですね、よくなるだけそのまんまこう落とせれば呼吸投げたり、呼吸投げそうでしょ、こうやってやらない、呼吸動くね、同じね、同じ。ですから今こう置いておくと、それからもう一つはこれ同じ動きのもある、だから技によって動き変えない方がいい。この手が入る、このまましゃがんでいくと呼吸投げるんだ、あるいは裏に入ればここに来れば弓投げるんだ、そういうふうに変化、あ、今度は弓投げがこうだとか、今度は塩投げがこうだとかね、言うんではない。はい、今度は。その時に、同じようにこう上がった手が、こういかないんで、こう落とす。そういう癖をつけると、例えば、正面でナイフを持った時に、パッと自分で刺すってなっちゃう。で、ここにパッとやると、ここで押さえられる。お手返しをする皆さんのことですね、こういうことです。今度はこう、はい、それがこれ、おろしにここに入ってくるんですね、こう見て、これ絞っちゃダメです、こうなるんですよ。よく小手返しでこうひねる人がいますけど、ね、もし担当でこう来た時にこんなことやったら、こっち見てる。Thank you.
そう。この下、この落とせばいいの。まず、もう少しいつも、いつも。どうも、それがそう。こんなんでんとかね、こっちとかねんじゃダメ、もういつもこの中心、まさに剣を振るタイプだ。パッと、こんなことに、こんなことに、パッと入り身に入るね。あるいは、外面にいる。こういうことなんでしょ。そうじゃなかったら、ここから、パッと入ってくる。これなんですね。これはさ、これは変化とか回転する。ですから今は、もろ手として、しっかりパッとこう外す。こういう距離。それから今度は、はい、こっから、もしこう受ければ、こっちで。それから、ぐーっとくるんだ。はい、このまま。Gracias.